い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょう。やる。はい、今日の動画なんでしょう。ジャンプ主人公 AI イラストクイズ。出た。来た。来た来た。いいですね。いいですね。今回 AI 大好き。ジャンプ主人公の名前をとある AI サイトに入れて、その書いてもらったイラストを見て、キャラ当ててもらうという結構難しいクイズですね。はいはいはい。むずいね、確かに名前だとね。ちなみに AI はどの AI ですか？今流行ってますね。お絵描きバリグッドくんというね。来た。流行ってないんだよ別に。素晴らしい ね、 いいねサイトがあるので。俺らずっとバリグッドくんだから、やっぱり。そうそうそう、チャット GPT もなんかすごいっていう噂は聞くけど、うん、やっぱバリグッドくんが一番いいと。そう、一番いいですから、クイズになるにはちょうど一番いいんですから、出来上がりすぎちゃうからね。名前入れてるからね、むずいですよ。うん、名前はむずいだろうね、名前名詞だしね。ちょっとむずいかもね。ちょっとワンピの方でもね、異名はやりましたけど、異名入れてる、異名の方はね、やりやすそうだもんね。そうね、はい、お願いします。はい、では、はい、1問目こちら。おー、怖いけどね。ぐっちゃ手とかぐっちゃぐちゃ。名前入れたの？名前、名前入れてます。主人公のね、はいはい、ジャンプ、まあまあジャンプ、え、これどう、はいはい、まあでもこれだろ、こっち、こっち、こっちにいる。髪透けちゃってるけどね。塗りが甘い部分あるけど、髪の毛とか。ラフガだから、先生の ラフガなんだこれ、うん、ラフなんだね。ラフガにしてって、あ、発注してるから。発注してんだ、うん、キャラ名とラフガで入れてんだ。あ、じゃあこうだな、はい、え、こっちいいんだよ ね、 ね、袖の部分なんか白いし、ね、指ぐちゃぐちゃだし、ね、指がなんかすごいよ指。ゴン、ゴン一撃こうなってたけど、もうパンチ飛ばして。あーもうね。いや、その部分書いてくれてんだ。左手パンみたいになってるしね。本当にどういう状況よこれ。はい、ではケイさん、はい、悟空。うわ、そっちね。どうぞ。いや、俺ルフィにした。いや、まあでも分かるわ、確かに。正解、ルフィです。もうルフィやったわ。外すか。オッケーオッケー。帽子ないよ、まあ、構えとかもね、確かにないな。ないし、襟あるし、ネックレスしてるし。ところどころ全然違うけどね。スワマ悟空か。悟空してた。悟空してた。一番しなそうだけど。これ外したのでかいね。いやー。確かにこれはでかいぞ。まあルフィだな、確かにな、一応な。黒髪、赤い服。襟シャツ着てるやん。2年後はね、こんな感じでしたよね。2年、まあまあ襟ないけどね。襟ないのよ。あと目もなんか書かれてないし、書かれてない、途中だもんな、なんか。では次こちら、はい、うん、すげえ、これはすごいな、うん、俺はすごいわ、うん、すごいわ。でもちゃんとこの固有名詞でもちゃんと把握してるのがすごいよね。してるキャラもいるってことだ ね、 ね。これいけたらルフィもうちょっといけそうだけどな。そうね、これいけたらね、いってほしいよね。ねえ、ではケイさん、バーン、ナルト。ナルト、タカシさん、はい、ナルト正解。はい、これはまあすごいね。では次、うん、はい、こちら、はい、え、まあ、なんかこれ前もこのシリーズ出たよね。こうなっちゃうっていうね。前もやってたかもしれない。じゃあこっちが、ね、これやったよね。時にはやってるかも。ねえ、じゃあこっちがこうなんだ。前とほぼ似てるよね。ね、ほぼ似てるよね。成長しないなこいつ全然。いや、前と同じような問題もありますね。全然成長しないじゃんか。やっぱすごいね、バリグッドくんはやっぱずっとバリグッドくんだからね、うん、それがいいんだよ。そうさ、俺らと一緒、俺らもずっと同じようなことやってるから。やってる。成長しないから俺らも。はい、ではケイさん、バン、悟空。うん、高橋さん、はい、悟空。ドラゴンボール正解。はい、これが悟空だよ、ね、2個上全然悟空じゃないじゃん、ね、いやいや、これが悟空だよ。おかしいよ。いや、あの最勇気の方がやっぱね強いから、バリグッド君にとってはだからもう最勇気の方のバリグッド君。 ちなみにチャット GPT ちょっと一回さ、ちなみに孫悟空聞いてみてよ。名前だけ聞いてんでしょ。じゃあやってみてよ、そんだけ言うなら。ジャンプ漫画のとか言えないんでしょ。ダメよダメよ、孫悟空しか言っちゃうんだよ。孫悟空しか言っちゃうんだよ。こうなる、出ないんじゃないかな、さすがに。ねえ、同じだよ。ねえ、同じ条件一緒でやって。ここまで出せんの？
いや、それは出ないよ。ね、それは出ないよ。こんなにかっこいい悟空描ける？孫悟空の絵を描いていいでしょ？だ、絵も本当孫悟空だけでしょ？言わなきゃいけないんだ。俺は孫悟空だけ送ればいいんだもん。そうなんだ。こっちはもう絵描いてくるの言わなくてもね。孫悟空。そうだよ。孫悟空絵を描いてね。はい、じゃあ GPT どう？多分まあきついんじゃない？さすがに。お。どうだね。怖い怖い。ああ、なるほど。ちょっとまず一回ちょっとまだ質問が返ってきました、うんうん、著作権の関係で素そのものを描くことはできません。ただし彼の特徴をもとに独自のキャラクターを作ることはできます。何そんな一文返ってくんの。どのようなアレンジを希望ですが、じゃあ力強くにしとこうかな。力強く、いやそれ一個いっちゃってんじゃん。力強くにいやでもなんかこっちないんだから。例えば力強く冒険心のある猿の戦士キャラクターなど、なんかあのアレンジ1個加えろって言われた。うわあ、でも力強くにしたらこれアレンジ加えちゃってんじゃん。アレンジしたらこれが入ってきた。まんまは書けないんだ ね、 いや孫悟空じゃねえかよ。いや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 、同じじゃねえかよ。猿じゃねえかよ。もともと著作権とか言ってたけど、同じ孫悟空を話してんじゃん。結局猿は猿なんだな。だからでもすげえな、うん、でもすげえな、やっぱり似てんなこいつは。似てるな似てるな。やっぱこうなるんだな。ちゃんとそこっちで来るんだな。ね、ああ、著作権とかもあるもんね。そうね。あ、そうか。ギガバイクとかはギリギリ著作権とかないんだもん。もう、まあ、ナルトは怪しいかな。怪しいな、ナルト怪しいな。ルフィはもう違うもんね。違うもんね。孫悟空違うし。孫悟空違うもんね。では次こちら。ああ、面白い。おお、え、待って、これでやるの？これでやるの？猿着てんだもんな。猿だもんな。え、これちょっと第一。かっこいいね、これ。ねえ。何これ？あれだな、多分。え？なんかすごいの持ってるの。すすきみたいな。すすき。はい。ねえ。すすき顔についちゃってるけど、なんか。はい。では、Kさん。バン。いちご。まあ、確かにちょっと思ったな、俺もそっち。高橋さん。はい。銀玉の銀さん。正解は、銀さん。あ、銀さん。うん。おぉ。あれ、結構苦手じゃん。これ出るんだ、すごいね。AI 頼りすぎじゃない、ね、最近。ねえ。ちょっと、大丈夫ないよ。頼ってないというか。AI 頼りすぎちゃってるから。頼ってるけど、わかんないよ、これだって。いやいや。銀さんだね。そうかな。ちょっと確かにまあね、うん、要素だけだけどね、うん、では次。はい、こちら。ちょっと待って待って待って。ジャンプ主人公。ジャンプ主人公こんなやついた。飛行機やん。何これ。いやいやいや、飛行機やん。どういうこと。何これ。さあ、いけると思うけど。飛行機っぽいってこと。飛行機っぽいのかな。どういうこと。飛行機が関係してんの。飛行機は別に。飛行機関係ないの。まあ、関係はあるけど、別に飛行機くんとかそういう人はいないから。コロコロでもいないよ。意味、どういう意味。これかな。全然わかんないな。まあ、もうこれがパッと出たわ、今。飛行機が関係してるわけじゃないんだ、うん、そう、まあ、飛行機くんとかいないからね。いないって、コロコロでもいないって。さっきもやったよ。違う、飛行機じゃないところがじゃあ A として関係してるってこと。まあね、そうだね。まあ雰囲気はでも確かに、うん、雰囲気は確かに。だからこれが合ってたら、これジャンプか。雰囲気すごいっぽい。はい。なんだ。では K さん。バーン、大空翼。うわ、やべえ。高橋さん。うわ、こっち書いちゃった。あのドクターストーンの先駆。正解は大空翼です。うわ、そっちか。いや、俺も空って入ってるのこっち出ちゃった先で、なんか戦闘機っぽいじゃん、先駆って。あー、なるほどね。うわー、そっちか。大空翼だよ。大空翼か。確かにそうだな。これ分かってもらわないと。すげえ、そんなに。いや、先駆もいいだろ、全然惜しいだろ。空だけだもんね、先駆は。空だけ。でも先駆ってほら戦闘機っぽいじゃん、なんか。でも戦って先駆って戦、うん、
って線じゃなかった？線で数字の線、線空、うん、戦闘機の線じゃないじゃん、うん、まあそうだそしたら大空翼も戦闘機じゃないだろ。いや違う、大空翼翼と空入ってた。え、逆らってる、バリグッド君に。バリグッド君には逆らってないですよ。俺に逆らってる。作家佐藤、作家佐藤にそのバリグッド君を乗りこなしてるそのライダーに今噛みついてますけど、ね、AI ライダーには噛みついてますけど。はい、では次こちら。え、何これ。あー、これじゃない。おお、そういうことか、そういうことか。これおしゃれでしょ。これだよな、鎌倉みたいなのもあるよ。だって本当だ、鎌倉、うん、真ん中にあるわ。真ん中に鎌倉、ね、雪降ってないのに鎌倉ある。鎌倉知らないの。神奈川の鎌倉しか知らない。うん。大仏の話してないよ今。大仏ってこと。雪の鎌倉だよ。はい、もう行こう次。知らないのかな。怖い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 。よし書いたよ。書いた。いや、やば、怖っ。AI みたいな怖さある、この人たまに。ずっと無視してんじゃん、俺らの。急にラリーできなくなる AI のタイミングみたいななんかあったけど、今。はい、AI の間あるよね、Kさん。うん、怖いなぁ。では、はい。Kさん。バーン、ライト。うん。高橋さん。はい、ヤガミライト。正解、ヤガミライトです。はい。これいいよね。なるほどね。これすごいね。ヤガミライトがあるわ。これすごい。これすごいわ。やっぱセンスがすごいよな。えぐいよね。いや、やっぱこれすごいわ。チャット GPT を超えてるよね。超えてるよ。なんかよくビジネスの YouTuber とかチャット GPT は今後使いこなした方がいいみたいなこと言うんだけど、うん、バディグッド君のこと誰も言わないのよ、ね、それがすごい不思議だよ。ねえ、こんなにすごい絵描くんだから。なんかだってこれとかマジで CD のジャケットとかいけるよね。今後ビジネスで役立つ AI ツール3選みたいな、うん、3選って釣り方して最初バディグッド君と出しよっか、うん、最後はちょっとねチャット GPT 入ってもいいけど、入ってもいいけど、やっぱバディグッド君やっぱり味があるからね。では次、はい、こちら、はい、え、なんだ、うん、なんだこれ。なんだ、なんか後ろになんか、なんかある。何これ、なんかちょっとなんかエラー出てるよね、なんかダサさみたいな、なんかノイズ入ってるけど結構。キャラとしてもかっこいいじゃん。なんかね、ちょっと気になるな。え、スポーツなのか、スポーツ関係ないのか。うーん、まあ、これでいくか。いや待って、あいつなのか。よし、これでいこう。いやー、これどっちだ。スポーツっぽいユニフォームっぽいのは着てるけど、ただスポーツだと俺わかんねえな。いや、こっちで行くか。お、はい、 K さん。バン、うん、デック、うん、うん、タレスさん、うん、デック、色赤。正解、デックです。おお、これ出るんだ。イズくん、おお、フルネームで言えてますか。はいはいはい、出るんだよ。まあ、出る、まあ、出てはいるね。すごいね、まあ、出てはいるね。そっくりだもんね。じゃあ、うん。うん、まあ、緑の要素も残してくれてるから。ノイズすごいけどな、なんかすんごいチラチラなんかあるよね。でもなんかすごいな、いいでしょ。ちょっとスポーツ漫画っぽかったけどね、うん、タンクトップだからね。じゃあ次こちら。ね、おお、これはそうか。ちょっとなんかアメコミっぽい感じなんだけど、アメコミっぽいけどね。うん、これでいいのか。これか、はい、おい、はい、はい、ではKさん。バーン、ケンシロウ。うん、おー、高橋さん、はい、ケンシロウ。正解、はい、ケンシロウ。すごいね、ケンシロウとか出るんだよ。ねえ、ね、すごいね、ケンシロウは。なんかすごいアメコミっぽいね、なんかこの絵タッチをね。では次こちら。あ、えー、ちょっとちょっとちょっと、人じゃないやん。桜すぎない？うん、梅か？なんだこれ、桜？主人公でしょ？うん、ジャンプでしょ？うん、え、ジャンプってことはじゃあ桜桃子ではないわけね。違うね。ねえ、めっちゃ桜桃子っぽいけど。ジャンプ？まあ確かに桃子。まあこれか。ーああ、これか。はい、これじゃない？はい、うん、では K さん。バーン、桜
高橋さん、はい、桜木正解、桜木花道正解。あ、花道になるのか、なるほど、なるほどね、そうかそうかそうか、すごい人じゃないんだね、すごい理解してんじゃん、やっぱバイグッド理解してるとかいうか、まあ、伝え方がうまいか、バイグッドくんの桜木花道、確かにこれだな、うん、その字面で見たらな、もう何も言わないわもうチャット GPT 信者だから、何も言えないんでしょ負け惜しみか、負け惜しみよ、チャット GPT 普段から使ってるからこの人は何も言わない、じゃあ桜木花道かけんの、じゃあ桜木花道それはね、あの、かけないと思うよ、あ、そうだ、やってみてよ、やっぱあの出ちゃうから、あの著作権の関係が出ちゃうからさ、なかなか難しい、俺らもそうでだよ、それはでも聞き返してこないから、そう、そうそうバリグッド君はもうちゃんとねそこを迂回してここに来るんだ、そうそうそう、あらかじめ絶対満喫するんじゃないかな、あー、うん、言われた、かけた、じゃあ、だからね、やっぱり保護されてるキャラクターなのでそのままかけません、ただ、すごいね、彼の特徴を持ったキャラクター、例えばバスケットボール選手でエネルギッシュな性格の少年などを元に独自のキャラクターを描くことができます、あ、じゃあそれで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 で書いてくれな、会話できるのすげえな、じゃあそれでってちゃんと画像今作ってる、すげえな、お、なんか会話できんだ、なんか分かってきたよ、どうどう、桜がないどうなるチャット GPT は、誰だこれは、え、はい、まあ全然別人全然別人や、別人にしなきゃいけないね、うん、あ、そうなんだ ね、うん、ね、こっちもそうだよ、なるほどね、ね、別人だもんね、こっちも一人じゃないじゃん、だって一人じゃないもんね、別人だからこっちは、うん、ね、すげえキャラだねこれ、すごいね、うん、すごいねこれ、すごいね、タッチもすごいねこれ、すごい、ここまで描けんのすごいね、別人という意味ではね、どっちもすごいね、どっちもでもやっぱ桜要素入ってるからね、こっちは、こっちはそっちは分かんないもん、うん、ちょっとピンクとかないから、うん、白黒だから、いやピンクって言えばピンクしてくるんじゃない、別に俺だっていやいや、でもこっちもピンクだもんね、名前だけでピンクにしてくれるからこっちは、そう、桜木っていう、うん、いじってるな、すごいいじってるな好きなんだ好きね、それが良さだから、では次こちら、はい、え、まあ、これか、うわすげえ、え、主人公でしょ、まあまあ、これだな、これしか分かんなかったな、でも普通にトラすぎるけどな、トラやんいやいやさっきもそうだけどさっきも桜やんだったから桜やんとトラやんだから、これは何、これ、主人公でしょ、でもこれむずいんじゃないか、ケイさん分かるのかな、分かんない、俺も合ってるか分かんないけど、じゃあ俺が知らない漫画だ、いや、し、あ、どうなんだ、ちょっとやめとこう、ちょっとトラとかでイメージ湧く人いないな、そうね、うん、なんかこういう人いるのかな、ちょっといるのかどうか分かんないけど、書くよ、はい、うん、いるのかどうか分からない何何何、回答も創作で作り出してるではケイさん、まあ、先生、タイガ、タイガさんって芸人にはいるけど、タイガ違うね、生成し、生成してるやん、タイガ、タイガー、タイガーってこと、そうそう、タイガーがタイガーさん、なるほどねなんかタイガーって主人公いない、あの作品で、まあ、いるかもしんない、いるでしょ、まあ、どっかではいるだろうけどな、ではタイガさん、はい、呪術の虎杖、虎杖勇士、正解です、虎杖、虎なのよ漢字が、多分それを知らないんじゃないかなと思って、あ、そうそうそう、難しいんだよね、あれ読みがね、虎杖ってあの虎、そうなんね、そうそう、虎を使う、虎、あ、虎杖って入れたの、名前を、まあ、本漢字で虎杖勇士、ゆうじ、そしたら、はいはいはい、フルネームでね、そう虎しか持ってないけど、ユージじゃん、もう虎って送ったのと一緒だもんな、これ。いやいや、ユージだから、ユージ、このポーズとかがユージ、全然ユージじゃん、ユージどこがだ、ユージ感ある、これ、だって今俺虎って送ったら、うん、どう違うか、さすがに全然違うよ、
こう帰ってきた。なんでだよ。トラ？寺や。これは寺や。トラって言ったちゃんと。漫才してるみたいになってる。いやそれは寺っていう初歩的なボケしてきてる。いやこれトラじゃないだろ。本当に？もう送ってあげるよちゃんと。それはボケてないんだよ俺は。ボケてるでしょこれ。いやいやそれ寺やないかいの初歩的なボケやもんね。トラって送って。え？本当にトラって送ってるわこの人。マジかよ。ちなみにその上のやつは黒崎いちごです、うん、チラ見しちゃったよ。チラ見されちゃったよ佐藤さんの LINE で。おもろいでしょ。あこいつはもう使わないんだけど、うん、黒崎いちご目いっちゃってるやん。むずすぎるんでさすがに。むずすぎるやん。これわかんないわ。黒崎いちごですか。黒崎いちごやばいなこれ。そうだとだ。おもろいな。これはもう、うんうん、イタドリっていうのはもうわかるよね。そうだな、うん、トラできたもんなちゃんとな、うん、じゃあこれはやっぱイタドリだ。テラが来てなんでテラ書いてんね。なんでトラとテラが、うん、ではラスト。はい、はい、こちらわかるかい。何これ。わかんねー。いや何これちょっと怖いな。なんで昔風なのこれ。なんで昔風なんだよ。どういうことこれ。いやこれはわかんないな。なんかこの昔っぽいのやっぱ関係ある。これうわどうだろうね。あーこれじゃない。これはい簡単。はいこれでいこう。まあ俺もこれでいくか、うん、こんな感じでいいかな。まあ昔っていう意味で。そうね、はい、昔っていう意味でね。では、うん、K さん3日村健進。うんおー日村健。うんうん日村さんみたいな。では田吉さん。はい、うん、一緒。日村健進。日村健ね。うん、ヨドケンのヒムケン。正解は、うん、筋肉マンです。もう意味わかんねえよ。もう一番おもろい。それ一番おもろい。意味わかんねえ。意味わかんねえ。なんて言ってたの。筋肉マンにしたから筋肉すぐるが多分本部だ。筋肉マンにしようと思って、うん筋肉マンって言ったら声が出ましたね。ないじゃん。それはひどすぎ、それはひどすぎるって。それ画風変えすぎだって。しかも画風違うやんこれ。歴史の教科書みたいな感じだからね。いやいやそれなんかあの昭和の感じの剣心かと思うやん。何それ筋肉マン。もう無視してるやん。筋肉マン無視してる。これはさすがにさすがに無視してるって。ありがとう先生。先生これは無視されてるよこれ。いや書きたいもん書いちゃってるやん。もう先生が今書きたいもんを。筋肉マン書いてないやん。はい、ちょっと筋肉マンいただけます、うん、チャット GPT の方でも一応、ね、筋肉マン一応いいですか。無理って言われるのか、まあ、多分難しいじゃない、ね、やっぱり筋肉マン筋肉マンかめちゃくちゃ面白い。あ筋肉マンじゃない。もう上着着ちゃってるやんもう完全に、まずね著作権で保護で、ただ彼の特徴を持つキャラクター、例えば筋肉質でプロレスラーのようなヒーローを元にしたわ。いいじゃん。じゃあそれで聞こうかね。またね、いやそうね。じゃあそれでどう、うん、でちょっと聞いてみようね今ね、うん、いけるのかな。これ筋肉マンマジでこれ帰ってきてるのがおもろいんだよ。はい、はい、いきますよ。はい、筋肉マンどう。チャット GPT はこれかける、はい、これです。いけますかこれ、はい、すげえ。すげえ。なんかディズニーの方のなんか、ねいいね、ミスターインクレディブルみたいな出てきそう。ちょっとね違ったキャラクター出てきたよ、ね、これは筋肉マンだね。俺かっこいい。まあでもまあ同じか。まあ著作権はどっちも違反してないもん、ね、著作権避けたらまあどっちもこうなる。こうなるか。そうだね。まあどっちもどっちかな。やっぱすごいなこれ。なんどこが筋肉マンなんだよこれ。いやいやすごいな。めちゃくちゃ面白いこれ。筋肉マンでこれ出てくるの面白すぎるわ。面白すぎるな、やっぱだから整いすぎちゃうのよチャット GPT だとね。そうよ。そうすごすぎちゃうからこれが良さだよ。整えるとか面白い問題でもないよなこれ。いいよいいよ。ね、だからこのこっちはちょっと整えすぎちゃうとやっぱこうムキムキにこうなっちゃうけど、うん、やっぱこのくらい粗くていいんだよ。だから粗いとかなのかこれ。表現してないよ筋肉を。粗い方がいいから。
粗い方がいいんだよ、やっぱり。いいのか、まあいいか。粗いな。これめっちゃおもろいね。最高。最高だわ。やっぱり YouTuber が使うならやっぱバリグッドくんだ、やっぱり。もうこれはもう、ね、間違いない、ね。みんなに言いたいね。間違い。うん、みんなに言いたい。もうそれはもうビジネスとかやってください。うん、それはもうチャット GPT さん。そう。ね。こっちは。そのエンタメですから、こっち楽しませてくれる。うん、ああ、面白い。はい。うん。はい。いや、もう笑い疲れちゃったよ、もう今ので。はい。はい、今日はここまででーす。また見たいぜって方、ぜひ高評価お願いします。バリグッド先生をちょっともう一回ね、お呼びしましょう。はい。じゃあ次も見てください。明日も楽しみ、またねー。筋肉マンやばすぎ。